ではまず水分の方を作っていきます。今はかりの上に器を置いて、まず卵の重さを測ります。今 57g ありますので、牛乳を足して80になるように測っていきます。今日は牛乳ですけど、豆乳で作っても美味しいです。はい、80になりました。はい、ではまず牛乳と卵を合わせます。卵白を切るように牛乳と卵が合わされば大丈夫です。泡立て器をこう上げるようにして卵白を切ります。この中に無糖ヨーグルトを入れます。ヨーグルトを入れるともっちりとふんわりと仕上がりますのでね、入れてみてください。で混ぜます。そして最後に米の油を入れます。生地のつなぎを良くします。香り付けでバニラエッセンス、こちらは入れなくても大丈夫です。2滴ぐらい入れます。はい、これでまず水分を作りました。では次、米粉の準備をします。米粉です。今回はこうサラッとしたタイプの米粉を使用しています。米粉にはサラッとタイプともったりタイプ2種類ありまして、難しいんですけど、買ってきた米粉を皆さん、チェックしていただきたいんですけど、同じ米粉の分量、同じ水を入れていただいて、例えば大さじ1、大さじ1混ぜます、水をね。で混ぜてきてサラサラっとなるタイプと、もたもたっとするタイプの2種類ありますので、今回はサラサラっとするタイプの米粉を使っています。ぜひね、ご自分の米粉をチェックしてみてください。もしサラサラっとしてないタイプを使うよっていう方は、焼き上がりがなむっちりちょっと固めになってしまいますので、ぜひね、サラサラ系を探してみてください。では作ります。米粉の中にまずお砂糖を入れます。今回はきび砂糖を使っています。膨らますためのベーキングパウダーです。混ぜます。全体がなじむように混ぜたら、今度は先ほど混ぜておいた水分を一度に加えてください。そして混ぜます。パンケーキを美味しくするためのコツがここにありますので、しっかり見ておいてくださいね。泡立て器を使ってさっくり混ぜていきます。ガーッと混ぜすぎると、混ぜすぎになってふわっと仕上がらないんですね。泡立て器を優しく優しく混ぜながら、粉っぽさがなくなる程度まで混ぜてください。ここ慎重にやるとふわっと焼き上がります。もう見るからにふわっとなってると思うんですけど、もうあともうちょっと混ぜたいなって思うところでやめるのがコツです。ここで混ぜ終わりです。早速焼いていきます。はい、では焼いていきます。まずフライパンを温めてください。パンケーキの焼き色って難しいですよね。だいたい1枚目はあまり焼き色が綺麗につかなくて、2枚、3枚、4枚焼いていくうちに綺麗にフライパンとパンケーキがこう、馴染んできていい焼き色になりますので、最初ちょっと焼き色が薄いなと思っても諦めずにゆっくり焼いてください。でまず温めるのもポイントです。はい、では温まりました。そしたら一度ちょっと火を止めてフライパンの温度を下げていきます。一度熱して冷ますことによって均一な火の通りになっていくっていう仕組みになります。で音が消えたらフライパンをまた戻して、でもまだ熱い状態 で弱火にします。そして油をもう薄く薄く引いてください。ここで油が多くて油のこうたまたまこういうのがあると焼きムラができてしまうので、なるべく薄く油を塗るようにしてください。なるべく拭き取ってください。そして焼いていきます。でお玉1杯分ぐらいを落としていって、丸く
るように形を整えていきます、はい、そして真ん中の方からプツプツとちょっと穴が開くような感じになってきたらひっくり返して焼いていきます。だいたい 2,3 分でしょうか、はい、ちょっと表面を見ていただくと周りがちょっと乾いたような感じで真ん中にプツプツと空気穴じゃないですけどプクッと出てここにここ分かるかなここにプッと来たんですよね。そうすると真ん中のところまで熱が伝わったという合図になりますのでそうしたらひっくり返していきます。いきます。で同じような時間を焼いていきます。いい香り、いきます。どうだろう、うわ美味しそうに焼けました。